アドミラル・ウシャコフ級解剖戦艦は、ロシア帝国海軍の解剖戦艦である。ガングートに代わる艦として1890年造艦計画の下で発注され、1893年から1899年にかけて、アドミラル・ウシャコフ、アドミラル・セニャービン、ゲネラル・イコール・アドミラル・アプラクシンの3隻が建造された。より大型の4番艦。 アドミラル・ブタコフの建造も計画されたが、1900年に取り消された。完成した3隻はすべてバルチック艦隊に配属され、日露戦争中に編成された第3太平洋艦隊の所属艦として日本海海戦に参加。ウシャコフは撃沈され、セニア便、アップラクシンは日本側に旅獲され、それぞれ三島、沖ノ島と改名され1930年代まで。 使用された。ロシア帝国における解剖戦艦開発計画は、1889年8月に、海軍大臣、ニコライチハチフ中将の指示で始まった。開発にあたっては、ギリシャのイドラ級解剖戦艦を基礎とし、バルト海での運用を前提に、ドイツ帝国のジークフリート級解剖戦艦や、スウェーデンのスベア級解剖戦艦に対抗できる、戦論が求められた。 1989年9月初旬、海軍省技術委員会は、エラストグリアフが主任となって設計した2つの案を提示した。設計案では、排水量4000トン、2つの砲塔に4機の35、合計 229mm 砲を備え、厚さ 229mm の装甲体を持ち、最大速力15ノットで、航行可能なものだった。計画案は、 海軍上総部による検討の結果、さらなる高性能艦の開発が求められた。10月、技術委員会は新たに4つの設計案を提示し、その中には3 0 5トル手法と装甲体圧3 0 5ト、mm、ルの案が含まれていた。1890年5月1日、グリア F はバルト海洋4200トン級戦艦への 搭載装備品に関する予備設計案を提出。この計画案では2本の装甲体とバーベットの導入が提案された。この後、技術委員会では同時期に行われていた外洋型戦艦の設計作業が優先されたため、解剖戦艦の開発研究は数ヶ月間中断され、翌年の春から再開された。 新たな設計案では2つの砲塔に 229mm 砲を4機、上部構造物に 120mm 砲を4機、搭載し、装甲体は1本に削減された。1891年6月9日、計画案は委員会での検討にかけられ、装甲をさらに減らして、最大速力を16ノットに上げることを条件に、解消中 8F の承認を得た。 6月13日には海軍元帥アレクセイ・アレクサンドロビッチ大港も計画を承認し、大港は 120mm 砲を 152mm 砲に交換することを命じた。7月には同系艦を2隻建造することが決定され、構造図の作成と1、48の検討模型の作成が開始された。10月14日、計画は 委員会で正式に承認され、10月20日にアレクセイ大公が修正された計画案を承認し、造船業者を選定するため計画書を海軍省造船供給本部に転送するように命じた。1891年11月、技術委員会は主機関の納入業者を選定する入札を行うことを発表し、翌年3月と5月に行われた入札の結果、 イギリスのモーズレー・サンズ・アンド・フィールドとハンフリーズ・テナント・アンド・ダイクスの2社が落札した。1892年5月26日、方兵部と造船部との合同会議で、技術委員会は 229mm 砲を、より高性能の45口径 254mm 砲に置き換える案を提示した。チハチェフも39.3トンの積載量の増加は許容できると判断して、 この提案を承認した。バーベットに変えて閉鎖砲塔を採用したことと、より重い 225.5kg の砲弾を積むことで、排水量が200トン増加したので、1893年3月16日に技術委員会は、装甲体の厚さを10%削減し、それを補うため従来の鋼鉄製装甲より強固なハーベイ鋼の採用を提案した。 この提案をチハチェフは拒絶したが、彼が 152mm 砲を 120mm 砲に置き換えた場合を検討せよとの指示は委員会に受け入れられた。1番艦と2番艦の建造命令は1892年、初めに発令され、6月にバルチック造船所で1番艦が、7月に新アドミラルティ造船所で2番艦が着工した。8月24日、 皇帝アレクサンドル3世は、海軍省から提案された5つの候補の中から、ロシア海軍史に残る名称ヒョードル・ウシャコフ・トドミトリー、セニアービンにちなんで1番艦をアドミラル・ウシャコフ、2番艦をアドミラル・セニアービンと命名すると決裁した。ウシャコフの起工式は、装甲巡洋艦、リュリクの浸水式にともに、アレクサンドル3世と、皇后、 マリアフィオード・ロブナ夫妻の隣席のも1892年10月22日にバルチック造船所で挙行された。翌1893年の初めまでに、艦艇部分の組み立てとフレームの組付き系が完了した。5月に艦艇部の機密テストが開始され、7月30日に予定から大幅に遅れて、イジオルスキエ社に原則部と上艦班の装甲版が発注された。 蒸気機関は8月までにイギリスでの組み立てが終了し、10月に分解されてロシアに送られた。ウシャコフの浸水式は1893年10月27日に皇帝夫妻と海将、チハチェフラ海軍省交官、外国からの招待客を含む多くの来賓の臨席の下で行われた。その後、1894年4月までに上部構造や、 発電設備の組み立てが完了し、6月28日と7月1日に水上工務が行われた。この時は排水設備と操打装置がまだ使用できなかったため、1年後の1885年8月に最初の試験航行が行われた。9月には12時間の航行テストに合格し、最大速力16.1ノットを記録した。 10月に 254mm 主砲塔の設置が開始されたが、砲自体は1897年に設置された。1896年10月17日、海軍省から公焼け市閣の裁定が、下り艦石が認められ、1ヶ月後に正式に海軍に引き渡された。アドミラルセニアービン、セニアービンの起公式は1893年4月8日に行われ、 建造には、ウシャコフを超える時間がかかった。1894年8月10日に浸水し、1896年秋まで、海上工務に供された。手法の工事は、製造元のオブコフ製鉄所が直接担当したため、ウシャコフより早く 254mm 砲を搭載することができた。完成したのは1897年で、 その総工費は433万9300ルーブルに上った。1893年12月、ピョートル大帝の下で、ロシア海軍の創設に尽力したヒョードル・アプラクシンに、ちなんで、ジェネラルイコール・アドミラル・アプラクシンと命名された3番艦を建造することが決定された。建造準備は1894年2月に始まり、10月12日に、 船下の建設工事が始まり、1895年5月20日に完了した。同年に、主任設計士のドミトリー・スクボーツオフの提案により、設計が見直され、手法の改良と構成変更、装甲体へのハーベイ校の採用、環境上の 47mm 方への軽装甲の装備が行われた。アプラクシンは1896年4月30日にし、 1898年の秋までに会場公務を終えた。改良された手法の死者は1899年の夏に行われた。1895年3月に採用された1902年までの増改計画によれば、さらに4隻の同系艦を建造する計画があった。1899年4月、この計画は1898年の 極東艦隊向けの戦艦建造計画と統合をされ、アドミラルーシャコフ級をもとに極東艦隊向けの戦艦が新たに設計されることになった。アドミラルーシャコフ級改良型の計画は1897年10月に海軍大臣パーベルティルトフにより技術委員会に命じられた。特に炭鉱能力を向上させるため、選手等の機能を選手内部に移し、 走行甲板と原則外反に傾斜を追加することが提案された。キセルボイラーはベルビル式水管ボイラーに置き換える計画であったが、研究に携わったアポロ・クロトコフとニコライク・テイニコフは、石炭の積載量と最大速力16ノットは維持すべきと考えていた。1899年4月、アレクサンドル・ミハイロビチ大港は 203mm 速射砲を 装備した、戦艦、解剖戦艦、装甲巡洋艦の概略の作成を命じた。完成した、それに基づいて、ドミトリー・スクボーツオフによる技術検討が行われた。戦艦と装甲巡洋艦の案は、技術委員会によって却下されたが、解剖戦艦の提案は採用され、当時防護巡洋艦、ジアーナの建造が行われていた。 新アドミラルティ造船所のドックで建造されることが決定した。1900年1月7日、ティルトフは新アドミラルティ造船所に新型船艦を建造するためのドックの増築を命じ、3月には造船総局から工事のための10万ルーブルの予算が降りた。この船艦はロシア総甲艦隊の海の親の一人である、グリゴリー・ブタコフにちなんで、 アドミラル・ブタコフと命名される予定であった。しかし1900年9月14日、ティルトフによって作業の延期が指示され、後に計画自体が取り消された。建造のための資金は別の建管計画に流用された。艦隊は5つの水密核壁で区分されており、刃先は中造で伝統的な昇格の形状を有していた。艦艇は二重艇で、 六骨フレームとストリンガーで仕切られた防水ケージを形成していた。その上に中央に直径四百五十七ミリメートル、両端に直径四百六ミリメートルのメイン、排水パイプがあり、その枝管がすべての水密区画と船底内に張り巡らされていた。排水のために二百五十トン、H の容量を持つ蒸気排水タービンが六機、フリードマン式蒸気排出機二機と4台の 蒸気式ポンプが装備されていた。船体中央上部には厚さ9 5ト、mm、ルの装甲で覆われた全長4 2 6ルの上部構造が建てられた。上部構造内には戦争、武器庫、士官と水兵の食堂、礼拝室が設けられていた。上部構造の上には2本の煙突、換気扇の吸気口、環境、司令塔が備えられていた。 原則部には全長21メートル、幅2.1メートル、厚さ最大254ミリメートルのニッケル鋼板製の走行体が施され、選手には厚さ203ミリメートル、船尾には厚さ152ミリメートルの走行が施された。3番艦、アプラクシンにはより耐久性の高いハーベイ鋼が採用され、走行体の厚みは 最大で 216mm となり、線尾の走行圧も 165mm に増加した。最上甲板と走行乾板には厚さ 25mm の後半が貼り付けられ、走行デッキは中央で 51mm、左右両端で 38mm の厚さの向上の走行を成した。司令塔は厚さ 178mm の走行で、 保護されており、主砲塔の走行圧は、バーベット部で 152mm、砲塔前後及び側面で 178mm、砲塔上面で 38mm となった。アドミラル・ウシャコフ級には、イギリスのモーズレー・サンズ・アンド・フィールドと、ハンフリーズ・テナント・アンド・ダイクス、そして、ロシアのフランコ・ロシア社で製造された127、回転2500馬力の出力を持つ3段。 膨張式垂直蒸気機関2機が装備された。蒸気を供給するボイラーは4つのキセル式ボイラーが2つのボイラー室にペアで配置されていた。推進機として直径3.96メートルの4枚バネスクリューを2機搭載していた。燃料の石炭は通常時240トン、最大400トンが搭載可能で、 満載時の航続距離は速力10ノットで2400海里、14ノットで1000回りであった。艦内へ電力を供給するため5台の発電機が搭載され、そのうちの1台は上部構造内に、他の4台は砲塔区画に配置されていた。主砲は艦隊の前後に配置された、油圧駆動式の2連層方等2891年から1892年に、 かけて、国営オブコフ製鉄所が、大型艦船と沿岸砲台での療用を目的に開発した、最大行角十五度、最大射程一万六百六十八メートルの四十五口径二百五十四ミリメートル砲を四機、搭載していた。主砲弾は、標準で一隻あたり百九十八発が搭載され、その内訳は二二百十五点五キログラム鉄鋼弾八十発、鋼鉄製、 榴弾40発、中鉄製旧式榴弾48発、榴三弾30発である。実際には弾薬庫の容量が足りず、これらの砲弾の一部は砲塔の内部に保管されていた。三番艦、アプラクシンには電動駆動式に改められ、最大行革も35度に向上した改良型の手法が搭載された。ただし改良により砲の重量が増加したため、 艦隊への過負荷を避けるため、後部手法は、単装とされた。副砲として、上艦板の四隅に、最大行角20度、最大射程1万メートルの120ミリメートル、単装砲4機が搭載された。副砲用弾薬は20.4キログラム中鉄製、榴弾780発のみで構成され、弾薬庫からの供給は、電気駆動式のエレベーターで行われた。 昇降警報として落ちきす製の 47mm 単装砲6機と 37mm 単装速射砲12機が装備され、47mm 砲弾5400発、37mm 砲弾が24480搭載されたとされている。他に 38mm 回転式魚雷発射管4門が装備されていた。搭載された。 オブコフ社製1889年式魚雷は全長5.52メートル、重量429.4キログラムで81.8キログラムのピロキシリン火薬が充填されており、24.75ノットの速力で550メートル先まで到達することができた。乗組員は20名の将校と385名の菓子官兵で構成されていた。艦長の個室にはオフィス、 寝室、トイレ付きの浴室が備えられていた。上級商工、主警官、機関長、従軍司祭にも専用の個室が与えられた。その他の商工には階級、役職に応じて一人部屋か二人部屋が割り当てられた。商工はピアノや本棚、ソファが配置された談話室を利用することができた。 千人巡視官には一人部屋、その他の巡視官には四人部屋が割り当てられた。菓子官と水兵のために上官班、居住区の第二区画と第三区画の回廊部にハンモックが用意されたが、空間不足のため60人ほどの乗組員が自分の戦闘部署で寝起きしていた。菓子官兵には他に食事を取るための釣りテーブルと死物保管用のチェストだけが与えられていた。 1898年7月から8月にかけて、ウシャコフとセニアービンは演習に参加したが、7月29日にウシャコフは駆逐艦110号と衝突し、両艦とも警備な損傷を負う事故を起こした。1901年、皇帝ニコライ2世の訪問を受けるクロンシュタットのドックで修理中の、ゲネラルイコールアドミラルアップラクシン。中央に、 後部 254mm 炭素手法が確認できる。1899年9月3日、新任の海軍大臣パーベルティルトフがウシャコフを訪問している。11月3日、アプラクシンが相関ミスが原因でゴーグラント島付近で座礁。艦隊は翌1900年4月11日に再表船イエルマークの助力で撤去され、1901年まで クロンシュタットで修理を受けた。1900年、ウシャコフとセニアービンはバルチック艦隊の砲兵訓練文献隊に配属され、この間、ウシャコフ乗組の水兵263名と歌手艦183人の砲手が再訓練を受けていたため、姉妹艦としての行動は大幅に縮小された。1902年にアプラクシンは両艦に合流した。 1904年には3隻のアドミラルウシャコフ級は極東に派遣される準備を進めていた第に、太平洋艦隊の砲士たちを訓練するために使用された。その頃にはウシャコフ級はすでに旧式化しており 254mm 砲も 120mm 砲もかなり老朽化が進んでいた。同年11月22日に第三太平洋艦隊が編成されることになり、 三隻のウジャコフ級も12月から翌年に1月にかけてリバウで修理を受けている。この修理でバーンド・ストラウド製の即居にペレピョルキン製の照準機、テレフンン製の無線電信機が導入され、司令塔にキャノピーが追加された。120mm 砲のうち痛みの激しい2機が新品と交換され、主砲塔の油圧駆動装置が修理され、 艦内の余計な木製の装飾が撤去された。また煙突も黒く塗り直された。1905年2月2日、提督ニコライネ・ボガトフ少将を率いる第3太平洋艦隊はリバウを出港。2月8日にデンマークのスカーイエンで石炭を補給し、2月13日にイギリス海峡を通過し、2月20日にモロッコのタンジールに寄港し、2月28日に クレタ島に到着し、一週間停泊した。3月8日に再び出港して、3月12日にスエズ運河を通過し、3月20日にはジブチに到着した。帰港中は石炭と食料の積み込みのほか、艦内各壁の修理も行われた。3月27日から31日にかけて、艦隊はオマーンのミルバトに移動しインド洋横断に備えて、 石炭を補給した。4月19日から20日にかけて艦隊はマラッカ海峡を通過し、4月22日に先発していたロジェストベンスキー提督の第二太平洋艦隊と合流した。4月27日から30日の間、仏寮インドシナ沖に停泊中に再び艦内各壁の修理を行い、石炭、食料、淡水を大量に積み込んだ。 また煙突を第二太平洋艦隊と同色の黒と黄色に塗り直した。5月14日の日本海海戦では第三太平洋艦隊は機関ニコライ一世を先頭にバルチック艦隊最翼を重人体系を作って進み、アプラクシン、ウッシャコフ、セニアービンはそれぞれに3、4番目を進んだ。彼らは戦闘の初期から積極的に発砲し反撃を受けることなく、 前進を続けた。当初の主な標的は、日本の総甲巡洋艦、日清と春日だった。その後、彼らは、出羽重島中将の座上する防護巡洋艦、笠木と、ウリ外基地中将の座上する防護巡洋艦、ナニに対して発砲している。ウシャコフは2 0 3ト、mm、ル砲弾を3発被弾した、結果、死者4名、負傷者4名を出し、 昇格部からの浸水により、速力が4ロット低下した。夜になっても、3隻のウシャコフ級は、ニコライ一世と、戦艦、オリオールと共に、ウラジオストクへ向かって、航行を続けた。15日の朝、落語したウシャコフを除く艦隊は、日本の主力部隊と快敵し、ネボガトフの決断で降伏した。同日夜、ウシャコフは、日本の装甲巡洋艦、岩手、 役もと戦闘を行った。戦闘開始10分後に最初の 203mm 砲弾を被弾し、20分後には右舷側への傾きがきつくなり、敵艦を狙うことが困難になった。さらに10分後、艦長のミルコフ一等中佐は発砲の停止を命じ、これ以上の抵抗は無意味であるとして艦を自沈させる措置を取った。日本側は、 ウシャコフが沈没するまで砲撃を続けた。この戦闘でウシャコフの乗組員94名が戦死し、328名が日本側に救助された。沖野島7月31日、佐世保1905年5月15日に露革された、セニアビント、アプラクシンは5月17日に佐世保港に入港した。6月6日、日本海の島、三島と沖野島にちなんで、 三島、沖ノ島とそれぞれ解明され、二島海防艦として日本海軍に編入された。三島は、舞鶴、沖ノ島は、横須賀に配属された。六月十四日、三島、沖ノ島は二島戦艦、陳炎、壱岐ともに第四艦隊の第七戦隊に組み込まれた。七月二十一日と二十六日までに、佐世保のドックで行われていた艦隊と武装の整備が、 完了し、10月23日に横浜で行われた日露戦争の外戦観艦式に参加した。12月20日、沖ノ島は第2艦隊に移り、三島は第一予備艦とされた。1906年6月に三島の最終駅が決定され、8月から再整備が始まった。旧式の4 7ト、mm、ル砲はすべて取り外され、 代わりに4機の50口径 76mm 榴弾砲と2機の山内式炭 5cm 砲が装備された。1907年3月15日、整備が終了すると、一旦第一予備艦に戻され、8月1日に第二艦隊に編入された。以降、1908年4月20日までの間に、三島は数回にわたり、朝鮮半島沿岸での任務に就いた。 1908年秋の間は、第三艦隊に付属して、海上任務に従事したが、その後1年半の間は、舞鶴軍港に係留されていた。沖ノ島も1906年3月から1907年5月までの間、何度か、朝鮮半島沿岸を航海している。同年6月からは舞鶴、そして、佐世保での期間のオーバーホールを含む、長期修理に入る。 修理は1909年7月までに終了したが、11月1日に登録が第2種予備艦から第1種予備艦に変更された。1909年12月1日、沖ノ島と三島は第2艦隊に移され、装甲巡洋艦、薬元通報艦、淀と船体を組んだ。1910年3月から8月にかけて船体は、 朝鮮半島沿岸を数回にわたり訪れ、沖ノ島と三島は12月1日に第2予備艦とされた。1911年4月1日、両艦は第3予備艦へと登録変更され、その後の3年間は舞鶴と佐世保で訓練艦として使用された。この頃、沖ノ島も旧式の 47mm 砲を撤去され50、 合計 76mm 砲10機と山内式炭 5cm 砲2機に換装されている。日本の第一次世界大戦への参戦に伴い、沖ノ島と三島は1914年8月18日に現役復帰し、戦艦、津欧、岩見、丹後と共に第二艦隊、第二戦隊に編入され8月31日に出撃。沈太をの戦いに参加し、 11月22日から23日に佐世保に寄港した。12月1日、再び第三予備艦となり、佐世保と舞鶴での訓練船としての任務に復帰した。1915年に沖ノ島と三島をロシアに売却する話が持ち上がったが、ロシア側は完全に時代遅れになってしまった領館には興味を示さず、代わりに別の路角館が売却された。 1917年頃、沖ノ島と三島から魚雷発射艦が撤去された、もしくは使用されなくなったとされている。砕氷船に改造された三島。シベリア出兵への日本の参加と陶器における軍隊の移動手段の必要性により、三島は1918年の終わりにマイズルで砕氷船に改造された。選手の形状を砕氷船形に変更することに、 伴い選手部の砲塔が撤去され、船橋には暴走処理が施された。1919年2月、再表戦となった三島は、第3予備艦指定を解除され、舞鶴からウラジオストクへの最初の航海に出発した。1920年2月から5月にかけて、三島は、第3艦隊第5戦隊に短期艦だが所属し、 数回のロシア沿海地方への航海を行っている。三島は、翌年9月上旬に予備艦に戻り、舞鶴から佐世保に移動し、海軍陸戦隊の兵舎として使用された。1922年4月1日、三島は軍艦席を除かれ、潜水艦母艇として使用される特務艇扱いとなる。1924年11月から翌年1月までの期間に、 最強船用の装備が撤去された。九百三十五年十月十日、三島は除籍され、翌年一月十日からは、配管第七号と、加照され主に標的艦として使用された。九百三十六年五月五日、栄光中に浸水が進んだ、三島は、問い見先の沖合にて海没した。九百二十二年四月一日、沖の島も、軍艦席から除かれ、 雑役船となった。1925年3月11日、訓練船としての任務を終えた沖ノ島は民間に払い下げられ、日本海海戦の記念館として福岡県津谷崎町に展示されることになるが、栄光中に津谷崎沖で座礁し、1939年に海軍が7万円で再購入し、 官営や渡製鉄所に転売されて、現地で解体されるまで放置されていた。アドミラル・ウーシャコフ級は、同クラスのドイツやスウェーデンの解剖戦艦と対抗するため、岩礁の多い近海域での行動を前提とした大きさや運動性能を持ち、アレクサンドル2世級やペトルパブルフスク級との共同運用可能な艦として設計された。しかし日露戦争では、 解剖戦艦に不向きな概要での運用を強いられ、その性能を発揮することができなかった。また、当時のロシア帝国を取り巻く、外交情勢を考慮すると、このような艦を建造したこと自体が誤りであったと評価されている。ありがとうございます。